はい、こんにちは、ルキユキュウです。今日ご紹介したいアイテムはこちらですね。ヤナロス・フォーリンってね、読むゲームだと思いますけどもね、こちらのゲームになっておりますね。こちらのゲームですね、アートワークね、見ていただくとね、なんとなくわかると思いますけども、二人用の対戦ゲームなんですね。何やらね、魔法を駆使して戦ってるわけですけども、ゲームボード上ですね、端と端でお互いのスタート地点があって、自分のですね、付き人っていうやつとシャーマンっていうのはノーマルとですね、魔法が使えるみたいなキャラクターなんですけども、これを真ん中の方に徐々に出していくことによって、特定の場所からクリスタルをゲットしたり、特定の場所を支配されているのをしながらですね、ポイントを稼いでいきましょうと、そういうタイプのゲームなんですね。どういうゲームの勝利条件になったら勝てるかっていうのは、これシナリオがですね、レベル1、レベル2、レベル3って3つ用意されてますんで、それぞれごとにちょっと違うということと、こちら拡張セット入れるとですね、レベル4、レベル5っていうのね、さらにね、もう2つ入っているのと、ソロモードも入っていると、こういう仕掛けになってました。でね、この2つともですね、キックスターター向けのですね、プロトタイプバージョンということですね、今回ですね、お借りしておりますので、全体の細かいルールといわれるですね、概要の方ですね、ご紹介していきたいというふうに思います。じゃあ早速ね、こちらね、中ね、開けていこうというふうに思います。The Game Gallery。はい、こちらですね、全体出してみました。これで、ね、最初の方に言いましたので、ね、対戦ゲームになっていますので、手前の方ですね、ブルー陣営の方と奥のですね、イエロー陣営ですね、こちらの方が向かい合った、これね、魔法の浮島みたいなのがありますので、ここのところにお互いの駒ですね、この仮面をかぶってるシャーマンと仮面をかぶってないフォロワーっていうのいますんでね、これデラックスバージョンなんで通常の普通の駒っぽいらしいですけども、これを送り込んでいくことによって、でこの真ん中の島の方からね、さまざまなこういったクリスタルね、ありますよね、クリスタルっていうのを確保したり、あるいはこうしたマジックラン的にはこういったタイルのところを自分のところに確保したりっていうことをしていくことを通じて、こっちですね、これはですね、 EXP ゲージってなってるので、これがぐん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 上がっていくわけですね。まあ、ぶっちゃけこれは得点ですよ。これのところを得点で稼いでいきましょう。そして時には相手やなんかとぶつかることによって戦闘があったりするので、これが戦闘のところのゲージですね、相手のところを押し引きすることによったりして、相手との駆け引きをして、こういった HP 的なものをですね、吹き飛ばすことによってもゲームが終了したりすると、まあ、そういう感じになっとるわけなんですよね。で、今概要でお話しているのは、これレベル1にほぼ近い形で今セットアップしてるんですね。最初言いましたようにレベル1、2、3が基本セット、4、5が拡張セットにこれ入ってるんですね。なのでこれ拡張セットですけども、全然違う駒入ってるんですね。もうめちゃくちゃいっぱい入っていて、どのレベルをプレイするかによってここのセットアップってね、全然違うんですね。また終了条件も違うんですね。レベル1だったら、例えばこれをね、全部周り6個これをゲットすれば終わりとかね、あるいはこれの相手の一言全部なくせば終わりとか、相手の駒はね、全部倒してしまえばいいですよっていうね、やっつければいいなんていうこともまああるわけなんですけども、この終了条件もみんな違うんですね。で、また例えばこれレベル2なんですけどね、このプレイするステップもちょっと違うんですね。なので、こういったどういったレベルをプレイするかによって追加のアクションだったり、つまり追加の戦術ですね、というのが生まれてくるっていうのが、このゲームのすごい特徴なんですね。じゃあ大きい概要のプレイはどうなってるかっていうのをご説明しようと思いますけども、まずですね、メインのフェーズは一番最初のですね、ディードっていうフェーズなんですけども、このフェーズでは2アクションできます。一つはですね、カードを引くですね。こういったね、もう敵と味方のね、色か両方変えてるやつかぐらいしかない、もうめちゃくちゃ簡単なカードなんですけども、これを一つは5枚引くですね。もうものすごい簡単ですね。で、もう一つが、このカードを一定の出し方によって、ある出し方をすると自分のこうサイコロがあるんですけども、これまた変なサイコロで6とか7とかあったりする、通常より大きい目のサイコロなんですけども、このサイコロの目を大きくできるっていうことがあるんですね。で、もう一つが、このサイコロに従って移動するですね。例えば今7ですよね。7なので、こちらのところ割れますんで、1234567と、まあ、こんな感じですね。移動して終わると、このサイコロ目って減るんですね。減りましたよって言って減る。だからまた一定のですね、カードを貯めてプレイしていかないと、だん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 パワー下がっていくんですね。で、これ3つですよね。だからこれ2つやってもいいです。2回移動してもいいし、2回カードをプレイしてもいいし、2回カードを引いてもいいと。で、あとは、このクリスタルを持ってないとできないんですけども、相手のですね、敵対してるやつの持ってる場所をコントロールして奪い返す。で、この時は、緑、黄色、赤ってですね、どのクリスタルを使うかによって、まあ、効果がそれぞれ違いますよと。こういうことなんですね。まあ、この辺のところね、細かいところは、各レベルによってもいろいろ違ったりするので、そちらマニュアルまたご覧いただきたいわけですけども、まあ、こうした、基本はこれ移動していくっていうゲームなんですよね。将棋っぽいですよね。で、こいつが終わると、結局あとはほぼほぼ自動的になっていて、要はこういう場所ね、こういう場所にいれば、まあ、うまくこうしたクリスタルをもらえることもあるし、こうしたものの上にいれば、ここのところの1人いればいいとかね、ここ2人いないとダメだとかね、2人いないとダメだとかね、あるいはこちらのところで今の自分のダイス目が6じゃないとダメだみたいな、こういうね、獲得条件書いてるんですね。
獲得条件がうまく書いているところにいればそれをもらえて、その時の特殊効果なんかが満載されているのでそれがもらえますよと、こういう感じなんですね。プラスそれが終わると、こうしたクリスタルを持ってると、例えばワンペアとか、あるいは全部同じとか全部違うなんていうクリスタルを消費することによって得点もらえるんですね。こんな仕掛けになってるんですね。なので基本的にはもう非常にシンプルになってて、自分の目の手番になったらサイコロの目が減ってきたなっていうと、じゃあカードをプレイしてサイコロの目を上げると、じゃあもう一アクションも今回は補充しといて終わりだと、もうおしまいなんですね。全然盤面変わってないので、特に何にも変わることもなく、クリスタルが余ってれば投下して得点を持っておしまいと。じゃあ相手の番だって、まあ当然動いていきますんで、相手もどっかを取っていくし、そしてこちらのところのぶつかったりなんかすると、戦闘ですね、戦闘のところですね、またねゲームが発売されたらルールブックを読みいただければと思いますけども、自分のところのカードとかこちらの方の特殊効果によって相手をあらかじめ減らしておく、これねパワーなんですけど、減らしておいた上でサイコロで勝負をするとかですね、いろんなことができます。なので基本は非常にシンプルな、自分のダイス目に従ってね移動していって、場所を支配していって、クリスタルを取っていって、ここのものを自分のところに貯めていくなんていうことをしていれば、レベル1であればここ一定以上貯まれば終わりますし、相手のやつを全部これを攻撃することでのけちゃっても終わりますし、いくつかの条件で終わります。その時に得点がね高ければ勝ちますよと、そういう仕掛けになっておりました。まあ、これもね戦闘で負けて吹っ飛んでるとね、これ全部減点ですからね、めちゃくちゃ減点されますからね。要は最後までのけてなくてもですね、こう3つのけてればマイナス20点減点とかなってるんでね、これまたたまらんわけでありますけども、まあ、こうした仕掛けを持ってるゲームになってました。なのでちょっと私手触りでプロトタイプ版でやってみた感じですと、やっぱレベル1レベル2レベル3ってどん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 ルール追加されていくんですよね。レベル2になるともう早くもこう見たことないやつと、ね、こういうね特殊なタイルだとかこういう新しいやつ出てきますし、何やら新しい動きっていうのも設定されますし、全然ねこういったね新しいアクション解説なんかも出てくるわけですね。なのでこうした非常にここの戦闘やなんかではサイコロありますけども、ある意味アブストラクっぽいですね、お互いのこう動きを見ながら、このダイス目見えてますからね、いうところでどこへ動くのかなっていうのを読み合いながらお互いのアクションをプレイしていく、まあ、ガチンコの対戦ゲームだということがですね、このゲームというふうになっていました。まあ見かけといい、このね特殊効果バンバンなところ、お互いどこを優先して取り合うなんていうところ、新しいユニットがどんどん出てきてどこを守るかなんていうところっていうあたりのところは、まあ、かなりお好きな方いらっしゃるんじゃないかなと思います。私今喋ってるのはあくまでこれプロトタイプ版だということをですねご承知いただきながらですね、まあ、最終ゲームがですねどんな形になってるかっていう期待していてですね、見ていただくのがよろしいんじゃないかななんていうふうに思います。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。